今日は話せるようになるまでの道のりの全体像をお話ししていきます。日常会話ができるレベルに達するまでにどんな道のりを歩んでいくことになるのか、語学のプロセスの全体像を俯瞰するような視点で今日はお話ししてみたいと思います。話せるようになるまでの道のりというのは、会話初級レベルから会話中級レベルへの道のりということでお話しします。会話初級レベルの特徴というのは、上達を感じやすいということと忘れやすいということです。この初級レベルではまだ基礎ができていないので、基本的な文法や表現などをどんどん学んで、それを会話の中で使えるようにしていくと、上達している感覚というのがものすごく味わえる段階です。なんですけれども、一方で学んだことをすぐに忘れてしまいやすいという不安定な段階でもあります。特にブランクを開けてしまうと、一度学んだことをすべて忘れてしまって、また学びを再開しようと思っても、もう一度全部初めから学び直さなければいけないことになってきます。この初級レベルというのは、基盤がまだできていなくて不安定な段階だからこそ、ブランクを開けないで自分なりにコンスタントに集中して学んで、できるだけ早く自分を安定した状態まで持っていくということが大切になってきます。初級レベルを超えて話せるようになるための3つのコツです。1つ目は選択と集中。日常会話に本当に必要なことだけに自分のエネルギーと時間を集中させる。そして2つ目は1年は継続する。1年くらい続ければ徐々に基盤が安定してきて、記憶が定着しやすくなってくると思います。そして3つ目、学んだことを会話の中で使ってみる。まだうまく話せないうちから学んだことを使ってみる機会を作ることがとても大事です。実際に話してみることで、もっと話せるようになりたいっていう気持ちも高まりやすくなります。最後に私自身のことについてちょっとお話をすると、私がスペイン語を学んだ時に、この会話初級レベルというのをもう10年くらい繰り返しました。学んでは忘れ、気分が乗った時には続けられるんだけれども、何ヶ月かするともうそのブームが去って、また全くやらなくなって忘れてしまうという感じでした。で、その時やっぱり自分で、学んでも使ってみるっていうことを一切していなかったので、だからモチベーションも続かないし、どうしても話せるようになりたいという気持ちにはならなかったんだと思います。私もそうでしたけれども、この初級レベルでこうぐるぐるしてる人っていうのが結構多いような気がします。外国語が難しいとか、外国語ができるようになりたいのになれないとか、そういう人多いと思うんですけれども、この初級レベルが超えられない、その沼にはまり込んでるっていう人がすごく多い気がします。で、その沼から抜け出す一番のポイントというのは、やっぱりこう実際に使ってみることだと思うんですね。実際に話してみること。で、それはまだ初級レベルの段階だから、もう絶対にうまく話せないんですよ。もう途切れ途切れ、ポツポツしか話せない。そういう段階でいかに話せるか、いかにその外国人とそれでも話そうとするか、それが一番大切なんじゃないかなと思います。Thank you for watching. I'll see you next time.